銀河の先にある覇王色の覇気を感じて、ドラクエ9の神話に導かれて、さあどうだ、おーっと4つ、グー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 、鎧上鎧上、今度こそ神話に導かれて、さあどうだ、おおお、確定枠外もあるよ、ググ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 グ、来る、なんかは絶対、どうもマルベリーです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。さあということで、2019年4月12日アップデートが入りまして、いろいろとなんだか新装備追加されておりますよ。ドラゴンクエスト9販売10周年記念最終奥義&ハイパーノバー10連勝回無料&ステップアップ福べきということで、新ガチャと、あとね、なんか、なんだかんださ、立て続きにポン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 来てるので、ちょっとまとめてレビューという形にさせていただきたいと思いますが、まあ、レビュー&ガチャでございますね。詳しく詳細見ていきましょう。ラインナップ、まず新規に追加されたのが、ハイパーノーバーですね。最大進化がこんな感じ。まあ、オール S ということで、補助特技 S、攻撃呪文 S、補助呪文 S。どうなんですかね。スロット数、サブスローの数はちょっと少なめなんですけど、全部 S 済みができるっていう感じなんですけどね。どっちかに寄せるっていうのが難しいので、どうなんでしょう。ハイパーノバーメインスキルの性能見ていきましょう。最大効果、威力 70% のバギ属性4回攻撃で敵のいずれか、その後威力 300% のバギ属性攻撃 30% で封刃を付与と。なんでバギ4回確定の、その後威力 300%、 これも確率じゃないんで敵いずれかに必ず入るっていう感じですね。で CT は18秒の S スキルっていう感じなんで、スキルとしてはまあ優秀は優秀なんですけどね。ただ風陣がどうなるのかっていう感じ、風陣か風陣かどっち読み方わかんないですけど、難しいんですよね今回の評価っていうのがね。まあちょっと最終奥義の方も見ていきましょうか。最終奥義、最終、うん、最後の、最後の奥義なんだよ。よくわかんない。最終奥義のメインスキル、最終奥義で。この上の奥義は、ファンの方の奥義ね。で、こっちの方は、スキルの方の奥義ね。うん、最終奥義。威力 180% のギラ属性3回攻撃。で、50% で素早さ 30% 上げ、敵1体戦闘ごとに1度だけ使えるっていう感じなんで、1戦闘ごとに1回しか使えないスキル、CT は13秒 A スキルっていう感じですね。どうなんでしょうか。1度だけっていうのがね、ボス戦のみとかだと本当に1回きりって感じですからね。フロアが変わらないとあんまり効果がないから、どうなんでしょう。って感じですね。最大貫突見てませんでした。一応補助 S が来たので、こだまする攻撃詰めるっちゃ詰めるけど、マラー荷積みしちゃうと補助特技が詰めなくなる。最終奥義荷積みって言ってもねっていう感じで、ね、やっぱこっち難しいんですよね。この2つ新武器の評価が非常に難しい。なんでまあ新武器狙いっていうよりかは、やはり銀河の剣引けなかった方、これプラスアルファね、ちょっと後で出てきますが、置いときましょう。銀河の剣と、あとウルボロスとかね、神話、ここら辺、セラフィム系も今回入ってて、如来星砕きとか、持ってない方がここら辺のラインナップを10連初回無料の方でね、出れば OK かなーっていう感じなんでしょうか。敵割合も一応 10% ガチャになってたみたいですね、今回はね。ただ対象が多いんで、最近始めた方は、でまあとりあえず10初回10連無料なんでね、パーンと引いてパーンと当たれば最高だけど、あんまりズルズルやるのはおすすめできないかなっていう感じですね。それとあと錬金とかね、もろもろあって、一応生放送の方で紹介はしてたんですが、装備系のレビューとね、ガチャの内容はちょっとまとめてということで、その時の模様をご覧ください。装備錬金工房、錬金レシピ、さあ頭光株どうなったか、光の導き、おーっとスキルが変化っていうのは何から何が、あー、力プラ中がなくなるんだ。力プラ、攻撃力がプラ15になると。力プラ中が攻撃力プラ15になり、光の導きっていうのが追加されて、戦闘開始時戦闘開始時 100% で HP25 回復の特殊 CT25% ダメも入ったんだ。これないと思ってたんですけどね。まあでも 25% ならありか。CT ダメはこれにはつかなそうだなと思ってたんですけど、使えるようになったんじゃないですかね、かなり。錬金だ。錬金定位。悪くないんじゃないですかね。続いて体上。どうなったか。あー、やっぱりここは順当に電強、氷ブレ、光ブレ強になり、さらに HP は超になりましたね。プラ40。錬金定位。スキルは再度上げ直さないといけないですね。さらに、光鎧した。
ここがどうなったかっていうところですけど、お、時々の活力の地合いになって、あー単価値 10% になった。あー、でもブレス軽減中じゃないんだ。なんでこれ中つけてくんなかったの。期待してたんですけどね、光より下には。まあ 10% になったことでどうなるのか。さあ勇者たてはもちろん勇猛なら構えの、あ、変わらず CT 減少ガードが強になっただけ。盾は残念な感じですね。あとステータスが追加されたんだね。力プラ8とかがついたのかな。色がターコイズブルーっぽくなった感じですね。うん、こんな感じみたいでございます。色味いいね。錬金性能はまあビアップはビアップだったって感じで、どれが一番良かったかって言われると、一番いいのは体上か。単純に強強の HP 超になったっていうのは高難易度ダンジョンで間違いなく使えるっていうところ。頭に関してはちょっとね、うん、プラスアルファがあったかなぐらい。体下はちょっと残念だった。体下縦が残念だったっていう感じでしょうか、評価的には。さらにはすごいのがね、来ました。月額パスのやつですよ。7月の星パス月額版特別福引き。3つの福引きから選んで引けるって形で、これ予想してたような感じになりました。ピックアップ系のね、ラインナップがこう、3つ選べるっていう感じみたいですけど、どれかね。で、剣ピックアップ結構すごいんですよね、これ。デル剣、水流剣、ナイトメアブレード、銀河の剣、ここに入ってきました。そして竜神か。もう銀河の剣欲しいよな。これでも銀河の剣出なかったらマジ泣きだからな。でこれのどれかが必ず1本出るという5分の1の順調な感情でございます。5分の1引けないだろうこれ。でガイアの方も同じく、そうね、ガイアソード狙いっていうのもある。でもメラか。ガイア兜と会心力、ジバリアイオ休み中、ガイア鎧上結構使えるね。逆襲の方向、縦スキル、うん、なるほど。そうね、ガイア鎧上狙いでガイア装備とかかな、ガイアの剣と。であとは海賊王装備、ここでも結構ね、優勝ステップアップとかも来てたから持ってる人が多いと思いますけど、こちら4分の1の順調な感じですね。というところで、まあお好みのところを選んで、必ず最初は月額版皆さん配布ということなんですけど、ちょっと注意点なのが、基本的には継続月額版かっこ月額版になってますけど、これ星パス月額版かっこ継続専用ってつけとかないと危ないやつなのでご注意ください。基本は継続専用での購入になってしまいます。だから継続するかしないかを選べるんじゃなくて、強制で継続の形で購入して、継続しない場合にはその継続オプションみたいなのを切んなきゃいけないと思うんですけど、それは各 OS によって切り方多分違うと思います。月額定額制の、あの支払いの設定みたいなのを切らないといけないみたいなので、そこ注意でございます。そう考えるとクレカの登録とかないとさ、月額、今回の月額バスの初回無料のやつって受けられないんじゃねえの。それとルビス装備、王者剣、光鎧がなんと11連2枠確定で、かつ 12.5% ガチャになったみたいですね。これはルビ剣持ってない方はぜひ、私はルビ剣ちょっと錬金抜き出しをしたいかなっていうのもあって、いいなっていう感じですね。はい、ということでレビュー関係はこれでざっとまとめさせていただきましたが、まずはこの星パス月額版ガチャからもういろんなガチャラインナップが目白押しで、とりあえず7月のラインナップ、今回私はこの剣ピックアップで銀河の剣先ほど出てましたが、まずはこっちで1本狙っていきたいかなと思っております。一応月ごとの更新なんで8月にラインナップ更新入るんですけど、この現状の特別福引きが7月分に入れたやつがその8月のラインナップになった時使えるのかっていうのがちょっとよくわかんなかったんですけどね。ワンチャン今回の月額初回版のみでこの限定福引き狙いたいっていう方は、今回のラインナップちょっとなーっていう方は8月のやつを様子見てもっていうところも一つ頭に置いといてほしいなというところでございました。ということで私は一発で銀河の先にある覇王色の覇気を感じて一点狙いの闇を打ち払った。やったぜよ。やったぜよって。マジか。銀河の剣一発つもですよ、皆さん。いやー、持ってますね。自分で言ってらせはないですが。いや、これはマジで狙い通りというか、
ちょっとねラインナップの話もしてましたけど、これなかなか弾けねえなとは思ってたんですが、来てくれましたよ。銀河の導きから覇王色の覇気を感じての覇王斬でございます。やはり実装直後私持っておらず、汎用スキルなんでね、黄金流ハンマーとかに入れたりとか、異様効果力全体で使う場所かなり多いスキルという感じなので、持ってなかった私にとっては非常にありがたい。いやこうなってくるとちょっと水着ね、そもそもの私ちょっと引く気なかったんですけど、スライムサングラスとかね、今回頭で実装されたみたいですけどね、おしゃれ装備にはいいっすよね。この浮き輪系とかね、このガメゴンの方とかあんまり期待してないんですけど、この麦わら帽子とかさ、サングラス、ワンチャン爽やかワンピもいいよね。おしゃれパナマハットとか、ここら辺欲しいなーっていう感じなんですけど、あとはワンチャン三河足狙いに 100% 水着とかも今回ラインナップ出てますと。100ジェムで引けるんでね、全く引く気なかったんですが、銀河の剣一発もということで、こっちもおまけで引いていきましょう。なんか頭系のね、おしゃれ装備一発積もってくれればもう最高。ただ水着ガチャはほんとね、トラウマしかないから、過去の引きが相当悪いんで、一回しか引きません。行きましょう。うっさまてぃー。さあどうだ。2回はもちろん跳ねってまあなんか星5でね、2回跳ねてくれてんだけど、なんか、残念感が半端ない感じでございますが、水着はいつもこんなもんですからさあそして真打ちでございます。今回の新装備実装&ステップアップガチャ来ましたね。さらには10連初回無料が来たということなので、ここはねぜひとも、言うてもね10連初回無料でねしっかり引けたことがないからね、あんまり期待せずに。銀眼剣はとりあえず出たんで、もう一本出てくれてもいいし、とにかく防具系だね。審判の兜、鎧上、あとウロボロスの盾。この中でも特に神話の鎧かな。鎧上。ここが是が非でも欲しいところ。こっちの初回無料の方で神話の鎧ポーンと出てくれば、もう大勝利でございます。まあ、持ってない方はという感じでございますが。さあ、ということで、こちらは、ドラクエ9の神話に導かれて、さあどうだ、おーっと4つ、グー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 、鎧上、鎧上、うわー、セラフィムさんですか。まあまあまあ、セラフィムローブも持ってなかった。ここもね全然当たり枠です。さあさらにグー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 続くよ、うん何でセラフィム側で揃う？まあ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 、でも引きはいいね。すごい、星5 4つ。さらにセラフィムローブ。上下セットアップで来てくれましたよ。負けるものかっていうよりかね、ギラ中に攻撃中の耐性が使えるところ。さらにはローブ下。こっちの方がいいですね。戦闘ごとに一度だけいずれかの味方の HP20% 未満だった時、自分の CT70% ダメに闇ブレス、氷ブレス中という形で。ここら辺はワンチャン耐性装備でも使えるという感じです。いやー、いい引きを。初回10連無料で俺こんな引き良かったの初かもしれないよ。ちょっとびっくらこきましたね、今回は。この流れに乗っていきましょうよ。ステップアップと来たら、とりあえず1000円一発勝負でございます。今回もステップアップ1000円で対象が必ず1個は出ますよと。ここで神話の鎧。ぜひとも引きたい。まあ、皆さんもとりあえず1000円分、ジュース10本、いや、9本、8本、我慢して、このステップアップ提供バリアも一応見ていきますが、これですよ。10% の 0.5 なんですけど、確定枠の方ですね。うちの人は確定はもう 100% 絶対出て、まあ、今回全部ね、対象が多いんで、7% ということなんで、かなり確率は狙ってるもの出るの低いと思うんですけどね。とりあえず1000円運試し分はね、価値が全然あります。狙ってるの出なくても、モモンピーダメにも全然なりますからね。行きましょう。ここでスパッと引いて終わらせるよ。今回流れかなりいいからね。この波乗りジョニーで波に乗って、スパッと一発も決めて、飯まず動画作っていきましょうよ。行きましょう。今度こそ、神話に導かれて、さあ、どうだ、お、お、お、確定枠外もあるよ。グググ、グググ、グググ、来る、なんかは絶対、ゴー、鎧下。さっきはセットアップで来てますからね、セラフィムが。ここで鎧下が来れば何がグー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 、うまいことうまいこと行き過ぎだろこれ
鎧また上下のセットアップ、今度はこっちで来てくれました。素晴らしい引きですね。繋がれていく物語、さらにはメラ中ホノブレス中と、鎧下もまあ性能はまあまあいいんですよね。いや何より私はこの神話の鎧上が欲しかった。神話の導き、短回し 20% 特異 CD 溜まるやつですね。にヒャドウ氷ブレス中ということで、いやーこれはマジ流れ来てるぞ。行くかいやーでも後悔すんだよな。いや皆さんは必ずここでストップしてください。っていうのもね、今回あれなんですよね。月額パスで星パス金貨分が2回とかっていう誘惑もあるんですよね。それを入れれば一応2000円分も優勝ジェムを獲得できるっていうのもあるんですけど、絶対これでな。まあ次ステップ2も2枠は確定だからね、対象がね。ウロボロスがね、欲しいよね。あと頭とウロボロスが来れば完璧なんだけどってやっちゃったよ。絶対後悔する。ステップアップ2でございます。対象は2枠確定。いやー、対象がギギも含めて、ドバッと来てくんないかな。いやー絶対後悔するんだろうな。まあこれはもう諦め、後悔する前提でね引いていけばダメージは少ない。心のダメージ大事ですからね。財布の傷と心の傷両方広がっちゃったらもうやるせなくてね、その日一日ブルーになっちゃいますから、ブルーメタルもびっくりでございます。よ、何を言ってるかよくわかりませんが、さああとは私ウロボロスの伝説を見せてい。さあウロボロス、いやーやっぱり核電枠のみ、グググググ、ああやっちゃったよこれ。予想通りのオチだな。ウロボロス欲しかったな。まあ、開催期間7月16日の23時59分まで開催ということで、って言っても1日1回無料はこっちないんだもんね。まああとはルビーで1日1回無料でルビー券とか出てくれば最高かな。はい、ということでございまして、今回はドラクエ9 10周年記念で新装備実装され、いろいろとねガチャのラインナップ、星パスの月額版とかも含めて立て続けになんか新しいの来たということだったので、いろいろと挑戦していきました。それとレビューも合わせてという形で今回はまとめた動画をお送りさせていただきました。最後は飯馬も含めてということだったので、この動画いいねと思っていただいた方は高評価、さらには星ドラ動画の最新情報、あとはこのマルベリチャンネルでしか聞けないマルベリ勝手にレビュー&予想、さらにはちょっとした裏技みたいなねところも最速でチェックしていただくためにも、チャンネル登録とあと通知ボタンね、ポチッとなと押していただければなと思います。ということで今回の動画はここまで、最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。